こんばんは、くしゃんとまおです。よろしくお願いします。今日は、はい、デニムソムリエのまおさんに、はい、RPSA のジーンズについてお話ししてもらいます。はい、ジーンズソムリエのまおです。ジーンズソムリエです。はい、ジーンズソムリエです。今日は RPSA の概要とジーンズの色落ちについてお話をさせていただきます。僕自身、初めて手にしたジーンズがこの RPSA のジーンズだったんですが、はい、これからジーンズを育てようっていう方にはぜひ僕この RPSA をおすすめしたいので、その理由とかについても後半詳しくお話しさせていただければと思います。僕もね、はい、初めて育てる系のジーンズを買ったのがこの RPSA で、はい、まあ、これマオ君におすすめされて買っちゃったんですけど、一緒に買いに行きましたね、はい、2年ぐらい前ですかね。やっぱりでもかっこいいですね。まああんまり育ってないんですけど、はい、ちょっともうちょっと履き込んでいくと、はい、もっともっとかっこよくなるかと頑張りますね、はいはい、ではまず RPSAの概要についてお話をさせていただきます、はい、RPSA は1980年代にフランスで設立されたブランドです。ブランド名の由来は生産と創造の工房、アトリエ・ドゥ・プロダクション・ドゥ・エ・クリエーションの略で、はい、デザイナーの名前と服のデザインを結びつけたくないっていう思いからこういう風な名前になったそうです。ちょっと何言ってるか分かんないですよ僕も正直僕も思ったんですけど、やっぱり名前がちょっとダサかったら服もダサく見えてきちゃうのかなっていうのを防ぎたかった的な感じなんですかね。なんなんですかね、はい、もしちょっと分かる方がいたらコメントで教えていただければと思います。RPSAの作るアイテムの特徴は何といってもミニマムでシンプル、これに尽きるかと思います。でジーンズはもちろんなんですが、アウターとか T シャツとかその他のアイテムでも本当にシンプルで洗練されているんですよね、でなんていうかこう余計なことをしていない、まあ、確かにこの余計なことをしてないっていうのはすごいわかりますね、はい、なんか、まあ、たまにね、はい、ここにこんな飾りいらんのにみたいな思ったりするんですけど、はい、まあ、そういうのがないっていうのがこの RPSA のいいところですね。 RPSA 本当に余計なことしないですよね、ではせっかくなのでジーンズも近くで見ていきましょう。はい、はい、近づいてみました。全体図はこのような感じです。本当に無駄がなく洗練されてますよね、結構こういう部分に装飾とかがついてたりすることが多いと思うんですが、 RPSA のジーンズは本当に装飾が少なくなっております。そうですね、もう普通な感じですよね。そうですね、いい意味で、はい、スタイルはこのような形になっています。シンプルですね、はい、で結構このラベルだとかこの辺りとかあとタブとか普通のジーンズってついてることが多いと思うんですが、RPSAのジーンズはそういったものもついておりません。あとバックポケットのステッチですね、こういう部分に結構、まあ、カモメのマークとか、あとはまあ普通にステッチが入ってたりすることが多いと思うんですが、まあ、そこで結構普通のジーパンって個性を出してたりすると思うのですが、 RPSAはそういったものも、ついてはおりません。主張のしてない感じがいいですよね。本当に履く人を選ばないなっていう感じです。でこのジーンズが、モデル名がですね、ニュースタンダードというモデルなんですが、他にもですね今だとプチスタンダードとかあとはプチニュースタンダードといったモデルなどもあるんですが、基本的にはどのモデルもかなり細めのシルエットのものが多いかと思います。このように RPSA のジーンズは癖のないジーンズなので、本当誰にでも履きこなせるし履く人を選ばないジーンズと言えるかと思います。まあ、シルエットはちょっと細めで、まあ、都会的で、はい、まあ、誰が履いても様になるっていう感じですよね、はい、ちょっと太めのジーンズとかだったらちょっとやぼったくなっちゃう。そうですね、コーデとかコーデとかになって、はい、なると思うんですけど、これだったら本当に着回しもしやすいし、そうですね、汎用性も高いですね、はい、そうですね、本当に使いやすいジーンズだなって思います。冒頭で僕がお話ししたように初めてジーンズを育てる方にはぜひこの RPSA をおすすめしたいといった理由はこの色落ちにあります、はい、RPSA のジーンズって他のジーンズに比べて本当に色落ちがもうはっきりとつくんですよね。でこれはRPSA のジーンズ売り場で見たことがある方にはわかるかと思うんですが、めちゃめちゃバリバリだったと思うんですよ。そうですね、でこれはのり付けっていうものがされてるからなんですよね。のり付けっていうのは、のり付けっていうのがジーンズって工場で作られる際に毛羽立ちとか、はい、あとはなんか糸のほつれとかを抑えてスムーズに機械を通るようにのり付けっていう風にものされてるんですよ、こうピタッと。で RPSA のジーンズはそののり付けをされたままの状態で売り場に出されているので、そのまま履き込むことによって色落ちがすごくこうメリハリのいい色落ちが刻まれていくんですよ、このヒゲの部分という感じですよね。そうですね、この糊付けって最初落とさなくていいんですかね、はい、落とした方がいいんですかね。そうですね、これも人それぞれだとは思うんですけど、ジーンズって縮みはもちろん出るので、で RPSA もやっぱりファーストウォッシュすると縮んだりはするので、糊付けを落とさない状態で履いてしまうとちょっとこうヒゲの位置がずれるとか
言われたりするんですけど、あ、はい、後々になって縮んでくるから、そうですね、ただそのデメリットがあるとはいえ、うん、個人的にはやっぱりもう履いた状もう買ったパリパリの状態で履き込んでいくっていうのがやっぱりアーペーセらしいかなとは思うので、マ真君的にはもう落とさずに、はい、そうですね、しばらく履いた方がいい、はい、個人的にはやっぱりそう思いますね。なんで僕ももう全く洗わずに履き込んで半年ぐらいですかね、うん、履き込んでようやく洗ったっていう感じなんですけど、落としてから履くと、はい、縮みがなくなってるんで、そうですね、まあジャストサイズで色落ちしていくっていうことですね、はい、なるほど、まあそんなにめちゃめちゃひげがずれるとかっていうことは、まあまあまあ、まあ、そうですね、あんまりないことなので、うん、そういうデメリットあるものの、やっぱり僕はあの糊付けされた状態から履き込んでいくことをおすすめしてます、うん、あとはこれあのいろいろなジーンズを履いてみた個人的な感想にはなるんですが、はい、RPSA のジーンズって比較的色落ちのスピードが速いかなっていう印象があります、うん、なのであの自分がこう育てた、まあ、歴史みたいなものが早い段階でこう出てくるので、うん、初めてジーンズを育てる方にはあの、まあ、こう変化がすぐに見て取れたりはするので、なるほど、楽しいかなとは思います。初心者向きみたいなところあるかもしれないですね。そうですね、初心者向きでもないちょっとあれか違う、まあでもやっぱりアーペンセをきっかけにジーンズの沼みたいなものにハマっていく人は多いんじゃないかなと思います。なるほど、はい、僕もその一人なんですけど、はい、僕もですねまだ あまり色落ちしてないクッションのジーンズと、あとは僕の結構履き込んでいるジーンズ、今日2つあるので、せっかくなんで比較しながら見ていきましょう、うん、はい、並べてみました。全然違いますね。すごいですね、なんかこうやって見ると僕のジーンズも最初クッションみたいに真っ青だったって考えると、なんかすごいですね。これもでも2年履いてない全然履いてないけど、はい、この段階でも結構ヒゲの部分とかしっかりと刻まれてますよね。そうですね、はい、はい、まああとそんなにもも周りとかはまだあんまり色落ちはしてないかと思うんですが、膝のあたりとかは結構色落ちてきてますね。うん、本当ですね、はい、こうやって見ると色落ちしますね。いや、かっこいいな。ちょっとじゃあ僕の方も見ていきましょうか。やっぱ俺のジーンズかっこいいわ違いますね、すごいですよね。やっぱヒゲとかしっかりとやっぱ刻まれてますし、あとあのさっきのクッションのもも周りまだあんまり色落ちしなかったと思うんですけど、僕も結構こういう風に、本当ですね、メリハリがついてたりして、はい、あとはこの足のあたりとか、このあたりとかもしっかり落ちしてま す、かっこいいな。ちょっとこだわりポイントとしては、ここ僕ジッポをタバコ吸わないのにジッポ入れてたんですけど、こういう風にジッポの色落ちとかも、なるほどね、まあ、自分でデザインしたということです ね、まあ、これはこれであれですねちょっとわざとらしい色落ちなんですけど惚れ惚れしちゃう。いいですね。バックスタイルはこのような感じです。うん、かっこいいな。この足長いですね。いや、僕は裾上げをギリギリにしてるんで、あーロールアップゼロにしてるんで、まあ、蜂の巣とかも結構出てきてはいますね。そうですね、若干。ちなみにまだ2回しか洗ったことない。あ、本当ですか。2年で洗うの楽しみですね。はい、まあ、海に漬け込んで洗いましょうか。ちょっと夏場行きましょうかはい、じゃあちょっと僕の方も行きましょう。もうこれはだいぶ色落ちしてますよね。蜂の巣とかって結構色落ち、まあ、ちょっとサイズ大きかったりするとしづらいと思うんですけど、うん、アーペーセやっぱりあの糊付けされてる状態から履いてるので、わ、すごいですね。刻まれてます。あとちょっと個人的に好きなのは、あの僕足を組むんですけど、右足を上で足組むので、ちょっと左足より右足の方が、ね、あのふくらはぎのあたりの色落ちがしてますね、うんうんうん、はい。あとあのポケットとかに当時 iPhone5S を入れてたんで、ね、iPhone5 の色落ちしてたりとか、うん、またもうお尻自体結構、まあ、座ることとかが多いとやっぱりあの一番色落ちはしますよね、こういう風に。すごいな、はい、いいですね。かっこいいかっこいいですね。かっこいいこれはテンション上がるわ。あれ、全然育ってない全然育ってない、これまだまだまだ、まあまあまあ、これからですね
修行が足りない。そうですね、はい、大人の対応しますね。まあジンズって男らしいというか、はい、ちょっとラギットな印象があって、ね、はい、まあ、こう一から育てていくってなかなかやっぱり大変だなって、ね、はい、手を出しにくいなみたいな思ってて、けどこの RPC のジンズだったら、はい、うん、洗練されたちょっと都会的なシルエット で、ね、色落ちもさっき言ったみたいに早いってことなんで、はいはい、ぜひね、まだジンズを育てたことがないっていう人はね、このアーペイ製、はい、最初にね育ててみるのすごいおすすめだなって、はい、ぜひ育ててみてください、はい、思います。ということで今日はジンズソムリエのマオさんからアーペイ製のジンズについてお話をいただきました。ジンズソムリエです。あ、ジンズソムリエです、ね、合ってますね、合ってます、はい、はい、ジンズソムリエのマオでした。はい、このチャンネルでは他にも経年変化を共に楽しめるようなことだったり、はい、ものだったりを紹介しております。まだね、最後まで見ていただいてチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします、はい、お願いします。またいつもいいねボタンやコメントしていただいている方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。